はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は目標達成のための最強テクニック、イフゼンプランニングっていうものを紹介していきます。まあ、もともとイフゼンプランニングに関しては習慣化のところのお話で結構何回か出登場させてるものですね。で、イフゼンプランニングって一体何っていうと、まあ、簡単に言うとですね、〇〇をするならばバツバツをやるっていうようなイメージで、ある行動をするときに事前に決めた別のことも一緒にやってしまうとか、まあ、これこういう書き方してるんですけど、ある行動をする代わりに違う行動を取るっていうような計画を立てておくことなんかも言ったりします。例えばどういうことかっていうと、朝起きたら家のすべてのカーテンを開けるとか、土曜日になったら5キロのランニングに行くっていうような感じですね。まあ、朝起きたらなんで家の全部のカーテン開けんのって言ったら、二度寝防止とかね、そういうの、二度寝をしないために家のカーテン全部開けるみたいな感じなんですよ。じゃあ実際それって効果あんのっていうと、まあ、具体的に出ている効果としては、仕事の効率が上がったとか、貯金ができるようになったとか、体を動かす頻度が高まったっていうような、こういった成果っていうのが出てきてるんですね。例えば、まあ、その営業成績で1位を取るとか、100万円貯金するみたいな目標を立てた時に、イフゼンプランニングを使っておくと、その1位になる確率が上がったりとか、それから貯金額が100万円に達成するまでの期間が短かったりとか、実際に達成できたりとかっていうような効果につながっていきますよっていうことなんですね。じゃあ実際目標達成との因果関係ってどんなもんなのっていうと、まあ、効果が出ないっていうパターンも確かにあるんですよ。でそれどういう時かっていうと、大きく3つあって、目標のイメージが湧かず知識も足りないっていうことなんですよね。どういうことかっていうと、まあ、例えば、まあ、モチベーションが上がらないっていうことなんですね。でなんでかっていうと、英語マスターしたいと、まあ私もマスターしたいんですけど、英会話に通うのか、それとも何か教材を使った方がいいのか、留学に行った方がいいのかって、どうやったら英語を身につけている状態になってんのっていうのが、身につけ方もわかんないし、身についた状態もわかんないから、外国人の先生をつけるのか、もう海外に行ってしまうのか、なんか教科書を使った方がいいのか、もう全然わかんないから、わからなかったらモチベーション上がらねえっていう、そういう話になっちゃうんですよね。それからもう一つ、ゴールが大きすぎる。ね、1ヶ月でベンチプレス10キロアップっていうの、これ 2.5 キロでも上がったら結構、かったりするんですよ。それから1日1冊読書とかね、もう300ページ400ページ毎日読めるかっていうね。それから3ヶ月で15キロダイエット、まあこれはその例えば100キロ超えの人が3ヶ月で15キロって言ったら大したあれじゃないかもしれないですけど、標準体重の人が3ヶ月で15キロ痩せるって言ったらものすごいことになりますからね。はい。それから周囲の反対が強いっていうことで、まあ、すぐにね、あんたそんなことしてる場合じゃないでしょうっていう反対してくる親とか、お前あれどうやってんのっていちいちね、確認してくる友人とか、そんな今更禁煙したところで何の意味があるんだよって言って嫌味を言ってくる同僚とかね、まあ、こういう周囲の反対に押し切られて辞めてしまうっていうようなケースもあるんですね。で、効果が出ないっていうこういった可能性とかも考慮した上で、イフゼンプランニングを使って目標達成していきましょうっていうのが今日のお話になっていくんですが、じゃあその確率を上げるためには一体どうしたらいいのかっていう話をすると、大きくはこの5つです。ゴール紙に書き出しましょう。達成した時のメリット書こう、デメリット書こう。それから書き出したデメリットの中から一番大きなものを選んで、そのデメリットに対するイフゼンプランニングを作るということなんですね。だからメリットに向かうためにデメリット潰そうぜっていう話なんですよ。で、細かく話をしていくと、ゴールを紙に書き出すっていうのは簡単でシンプルです。3ヶ月で5キロ痩せましょうとか、週に3回の手料理を作るとかっていうのは、まあ何かこう具体的、まあ具体的じゃなくてもいいんですけどね。まあ何かこう自分が向かうにあたってのこうモチベーションが上がるような目標を立てましょうっていうことです。それから、ゴール達成した時のメリットに関しては、さっきのね、こちらの5キロ痩せるっていうのをベースに話をしていくと、運動習慣がね、やっぱ身につきます。運動しないと5キロね、やっぱりなかなか落とせなかったりしますから、それから運動するってことは健康にいいですよね。それからいい体になっていくと、ナンパする勇気が湧くと、まあ、自分の体に自信が持てて、で、強いては精神的にも自信が持てて、で、ちょっと異性の人に声かけてみようかなみたいな感じですね。
で、それから一方でメリットがあるけど、その反対のデメリットも当然ありますよねって。じゃあどんなことが考えられるって言ったら、やっぱ食事のこと気にしなくちゃいけないから好きなものが食べられなくなったりとか、それから運動で疲れてなんかちょっと寝たきりになっちゃったりみたいな生活に支障が出ますよねと。それから運動用のウェアを買うとか、まあ靴とか買うってなったら、それだけお金が吹っ飛んでってしまいますっていうことですね。まあこういったデメリットがあると。で、その書き出したデメリット、物を買うとか、好きなもの食べれなくなるとか、疲れちゃうとかっていうようなデメリットの中から、一番大きいものって一体何なんだろうっていうことを一個選んでもらって、で、その上で、そのデメリットに対するイフゼンプランニングっていうのを作っていきましょう。で、今回は、例えば、好きなものが食べられなくなるっていうデメリットが私の中で一番大きいなーって思ったら、お菓子やジャンクフードをお腹空いた時に食べる代わりにプロテインを飲む。あるいはナッツを食べるとかっていう風に決めると、こういうイフゼンプランニングを仕込んでおくと目標達成が近づいていきますっていう話です。以上のような手順で落とし込んでいくと、何もねしないままに目標を望んでいくよりも、やっぱりイフゼンプランニングを立てなかったらデメリットが邪魔になって、結局足引っ張られて何も達成しないままで終わるっていうような状態になってしまうので、それを防いで3倍以上の達成の確率っていうのが上がっているという研究結果が出てますんで、ぜひ試してもらえたらなと思います。で、しかもそのための行動量も増していくわけなんですね。ですからイフゼンプランニング、もし何々ならバツバツをするっていうような形で目標達成を目指してみていただけたらというふうに思います。はい、ということで本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。